いた、背中が、ぐぅ、ブラックチャンネル。今日は早く帰って新しく出たゲームするんだ。うわ、危ない。大丈夫ですか？引かれるところだった。助けてくれてありがとう、おじさん。いえいえ、いいんですよ。気をつけてくださいね。うん、じゃあね、バイバイ。綺麗なサトシ。みんなおはよう。おはようございます、姫ちゃん。いい天気ですね。え、何それ、サトシくん、なんかのギャグ？挨拶をしただけですよ。さあ、授業が始まる前に終わらせておかないと。雑巾なんて持って何してるの？もちろん掃除です。自分たちが勉強する学校は自分できれいにしないと。あとはこの教室で最後ですね。もしかして他の教室も掃除してるの？音楽室から図工室まで全て掃除してきました。どうしたの、サトシくん。悪いものでも食べた？それぐらい当然のことじゃないですか。いつものサトシくんじゃない。さては偽物？おやおや、これは一大事かもしれませんね。ブラック、サトシくんがなんかおかしいんだけど。成人にでもなったみたい。成人なんてそんなことはありませんよ。私は普通のことをしているだけです。こんなことサトシくん絶対言わないし。そうですね、これはもしかすると変死病かもしれません。何それ。変死病は発症するといわゆるいい人になるのですが、いろいろあってしばらくすると死んでしまうんです。ってことはサトシくんは死んじゃう？天使病。天使病について少し説明しましょうか。天使病はその名の通り、天使のような成人になってしまう病気です。それだけならいいことなのに。ええ、人に親切で物腰も柔らかい、とっても理想的な人格改造です。私だったら絶対嫌。この状態からしばらく経つと背中から羽が生えてきます。肉を突き破って出てくるものですから、悲鳴を上げるほど痛いそうですよ。うわ、麻酔とかしておいた方がいいかもしれませんね。虫歯の治療じゃないんだから。ともかく羽が生えたらもう残り時間はわずかです。しばらくすると病名通り天使になってしまう。つまり死んでしまうんです。そんな、じゃあサトシくん死んじゃうの？そうなります。なのでサトシくんが死ぬ前に、サトシくんの様子をいっぱい撮影しておきましょう。助けるんじゃないの？こんな私でよければ好きなだけ撮ってください。いい反応ですね。じいじじい、そんなのんきなことしてていいの？ブラックの人でなし。俺ちゃん悪魔ですし。ひどい。かかか。では今日はサトシくんの密着取材と行きましょうか。じいじじい。運ぶのを手伝いますよ。ありがとう、サトシ。宿題手伝いますね。ここはこうやって解くんです。サトシくん全部間違ってる。かかか。頭まで良くなるわけではありませんからね。よし、授業も終わったし、放課後は町の清掃をしましょう。ゴミ拾いかい。関心な子だね。当然のことですよ。荷物持ってくれてありがとうね。助け合いですから。サトシ君、疲労も感じずにずっと働き続けてますね。やはりあれは天使病ですね。そろそろ行かなきゃ。おや、なるほど、ここは天使の教会。ようこそ、敬虔な信徒の皆さん。皆さんは選ばれた特別な存在です。この町を共に清らかにしましょう。はい、神父様。さあ神に祈りを捧げ、
この世を天国に変えるのです。はい、神父様。うっだ、これは何も不安がることはありません。これは正しいことです。うわ、背中が何これ。これは神の聖痕です。多少の痛みはありますが、天の力を得るために必要なことなのです。そんなことって、どうやらあなたは昨日天使になったばかりで効き目が浅いようですね。さあ、あなたも他の人たちと同じく、その苦しみから解放して差し上げましょう。逃げなきゃ。助けて、ブロッカー。これは、町で流行りの天使病の裏側には神父さんがいた。みんなが喜びそうなお似合わな真実ですね。おのれ悪魔か。神聖な教会に何の用だ。天使病の黒幕としてインタビューでもさせていただこうかと思いまして。何のことかな。彼らの羽は神の奇跡だ。おやおや、この状況で言い逃れしようなんて、なかなか面の皮が厚いですね。ではカメラちゃん、昨夜の写真をどうぞ。じじじ、あなたは信徒に指示してサトシ君を車で引こうとし、そこから助けるように見せかけて天使病になるウイルスを注射した。何か間違っていますか。ほう、全て知ってここに来たということか。しばらくあなたのことを調べさせてもらいました。そしてあなたの性格なら、天使病のワクチンをどこかに確保しているのでは。もちろん用意しているとも。だが私の目的は、町中の人間を天使病にし、この地に天国を降臨させること。お前にワクチンは渡さん。それは残念です。ついでに回収しておきたかったのですが。悪魔のくせに人間の命を救うとでも。貴様のような邪悪な存在は我が力で滅ぼしてやろう。これは油断したな悪魔。いくら悪魔でも天使病にかかってしまえば。うわ、おや、何かしましたか。確かに刺したはずなのに、なぜ聞いていない。お前まさか。ではワクチンを渡してもらいましょうか。ワクチンは教会の地下にある。だが早くしなければ教会ごと爆発するかもしれないな。おや、爆弾でも仕掛けてるんです。友達を助けたければ早く地下に行くがいい。ブラック、あいつを追って。俺のことはいいから。 This is エンターテイメント。ブラック、無事ワクチンを回収しました。爆弾は偽物でしたけどね。そんな、俺のために。ガガガ、あの神父を泳がせておけばまた鬼やばな動画が撮れそうだと思っただけです。ブラック、それにサトシ君にはこれから奇跡の生還を果たした証人としてインタビュー動画に出演してもらわなくちゃいけませんから。今から撮るの。もちろんです。さあ準備してください。こういうのは鮮度が大事ですから。じじじ、俺病み上がりなんだけど。町のボランティア少年。はあ、大変な目にあったよ。でも他の人の分のワクチンもあってよかった。そのワクチンと天使病のウイルスなのですが、教会の地下にはデビゾン .com の箱がありました。デビゾンってまたあの。はい、おそらくウイルスとワクチンはそこから入手したのでしょう。一体何者だったんだろう。あら、あなた、この前はありがとうね。あ、こっちもありがとう、サトシ君。え？何のこと？公園の清掃のボランティアだよ。またよろしくね。それは今の俺に言われても。かかか？サトシ君、人気者ですね。これからも頑張ってくださいね。普通の俺に聞
こそ、次こそはこの町に天国を降臨させなければ。ご苦労だったな神父様。なぜここに。その様子、何者かに邪魔されたようだな。はい、とある悪魔に計画を邪魔され、天使病もワクチンも。それで、そのまた次の作戦では必ず。次か。はい、次こそは必ず。次なんてないんだよ、哀れな魔物くん。神父様、なんて。時間がないんだ、時間がね。ブラック、私の邪魔をするなら君も。動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録高評価よろしくです。次の鬼矢花テーマは君かもしれませんよ。